皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回ティバーから新商品の裏ソフトのハイテンションラバーが登場しました。それはこちら 5Q です。これはドイツ製のハイテンションラバーで、スピードをとにかく追求した形の、ぶっ飛びのラバーになっています。こちらは 5Q ということで、前紹介した 1Q っていうのがあるんですが、そちらと同じくラバーのパッケージが、不思議な、ラバーのカッティングですね。こういうちょっとちゃんとした四角になってないっていうところがちょっとまた面白いところなんですけど、こういう不思議な形をしているのですが、全体的に柔らかくて、引っかかりの良いシート、そしてもちもちしたこのスポンジですね。気泡の粗いタイプのやつを使っているという、ラバーです。で、今回この 5Q なんですが、ドイツ製のラバーって結構似たようなイメージがあるとは思うんですが、その中でも、他のドイツラバーと違う特徴っていうのをこの 5Q では、今回発見したので、それを動画に出すことにしました。おすすめできる選手はカウンターやブロック主戦の方、相手を振り回す卓球の方、足を動かさないでプレーをしたい方、とにかく大注目のラバーです。今回はこちらワールドラバーマーケットの王道03に両面 5Q 特厚っていうのを貼っています。ではプレー動画をご覧ください。まずは 5Q でフォア打ちです。このフォア打ちですが、だいぶ金属音が鳴っています。ドイツ製によくあるタイプの柔らかくてよく飛ぶ系のラバーです。ただでもいつものそのドイツ製の柔らかいタイプとはちょっと性能が違います。それは今からやります。こちらです。まずこの 5Q の特徴は、このブロックがカウンター並みの速さっていうところです。このシャークに相手してもらっているんですが、シャークも結構ブロックでなんか押されているという感じですね。どっちが攻めているかわからないようなぐらいブロックが非常に速いのがこの 5Q の特徴です。こうやってブロックで合わせてるだけでもかなりのスピード感があるのが分かります。ちょっとシャークも詰まっています。ブロックを多用する型、もしくは相手の球に合わせてプレーをしていく方に非常におすすめのラバーです。こういう感じです。結構力を入れずにフラット系のブロックですねを多用していってもかなりのスピードがあります。やはり守備面で非常に強さを発揮するのがこの 5Q の魅力なので、こういうところですね、これ伸びます。これ守備のところで点数が取りたいという方にもおすすめできる形です。こういう台で張り付いて卓球をやる方にもすごくおすすめです。今度はバック面の 5Q です。こちらのバックのブロックですね、これも注目してください。やはりもうブロックがもうカウンター並みの速さになっています。こういう感じです。ドラムに対してのブロックがもうどっちが攻めているのかわからないぐらい速くなっています。非常にラバー自体の反発力も高いんですが、相手の体感速度というのも非常に速い形です。なのでドライブをしてても振り遅れてしまう、詰まってしまう、相手は打ちにくいという形です。バックハンドでもスピードでどんどん揺さぶりたい方、翻弄したい方におすすめです。実際いつものアングルとは逆の方でちょっとやってみました。これを見てるとシャークが結構ちょっと詰まってちょっと苦しそうに打っています。スピードのある、非常にスピード感のあったカウンター系のブロックが勝手に出てしまうために押されてしまうっていう感じですね。押すことが自分からしてはできるという形です。バックハンドでブロックしたい、もしくはこうやってバックで相手のドライブを合わせて返す方で、揺さぶって返球する方は非常に向いている形です。ここまでドイツ系のラバーでこういう揺さぶりが得意なラバーっていうのはなかったですね。今度は前陣のカウンタードライブっていうのをやっています。これは相手はシャークは中陣からやってもらっているんですが、相手の中陣からの力を利用して軽く合わせているだけなんですが、こういう感じですごいスピード感のある球が出せます。相手の力をちょっと利用するだけ、それでこれだけのスピード感、威力っていうのが出せます。ちょっと合わせたい方ですね、相手の球に合わせて軽い振りでちょっとドライブをかけたいっていう方にも非常におすすめできます。こういうふうに合わせ合っていると非常に強いです。 5Q は相手の球の勢いを利用する軽いタッチでスピード感が非常に乗っています。でもカウンタープレー、もしくはブロックしたいでちょっと伸ばしたい方には非常におすすめです。今度はあえてシャークに前面にドライブを打ってもらいました。これ両面 5Q でブロックしているんですが、このブロックが当てるだけですけど結構速いです。
ブロックして結構守備面なんで不利な形になるんですが、この 5Q は別ですね。ブロックするとそこから点数が取りに行けるっていう形です。本当にあの守備面で得点力を上げれるラバーなので非常に大きいことかなと思います。やはり卓球っていうスポーツは攻撃してる側と守備してる側がまあ半分半分の形で基本あるために、まあそこの守備の方で点数が大きく取れる形っていうのはまあ試合でも非常に勝ちやすい形になります。なのでこの 5Q はこの守備面ブロックとカウンターっていうのがピカイチですね。まあ、やりやすいだけでなくこのスピード感のある球で揺さぶれちゃうっていうのが魅力です。打たれてるけど、まあ、攻められてる気はしないっていうところがまあいいところです。ほんで相手の力を利用しやすく、まあ、連続の試合なので、まあ、疲労しにくいっていう、まあ、体力にもちょっと自信がない方にもおすすめしたいスタイルですね。こういうふうに 5Q 両面貼ると振り回せます。で実際ここはレシーブですね。シャー君のサブからオールをやっています。もうこれもとにかく徹底してブロックでコースついて揺さぶる、これだけで点数が取りに行きます。まあ、シャー君もちょっときつそうな感じです。ブロックがもうカウンター気味に勝手になるのでコースを揺さぶるのが非常に得意です。コースを揺さぶる方やバックのブロックで振り回したい方は特におすすめです。こういうふうにもう相手にどんどんかけさせて振り回す振り回すという形で翻弄できる形です。まあ、やっぱり相手の力を利用しているので、まあ、連続試合とかで疲労しにくいのもでかいですね。こういうスタイルは結構長期戦に強い形です。もうどん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 相手に打たせてその守備のブロックでカウンター気味にどんどん打って回していくっていうこういう感じですね。結構フォアハンドで回り込もうとする選手に対して 5Q を使うと、まあ、お腹に当たったりとかしてくれるんで、まあ、そういうのをフォアハンド姿勢に対しても絶大な効果を発揮する感じです。こういう感じです。こうやってブロックで合わせてるだけでもかなりのスピード感があるのが分かります。ちょっとシャークも詰まっています。でこういうふうにちょっと詰まらせたところをすぐカウンターという形もできます。まだちょっと違うアングルでやってます。こういう感じで、まあ、振り回す側としてはこういう感じで見えます。どっちが攻めてるかわからないぐらいの本当にもうブロックで優勢な形です。どんどん打たせていく形ですね。結構年代別で卓球やられてる方とかに多いスタイルではないかなと思うので、まあ、そういう方たちにも非常におすすめです。ちょっとドライブで動くのはちょっと厳しくなってきたなと思っている方とかがまあ使われると、まあ若手の大学生とかに対してもこういうふうにやるのは有効なので、まあこういうスタイル向いてますね。あとまあ大学生でもちょっと後者なブロックがうまいタイプとかカウンターがうまいまあテクニシャンタイプにおすすめです。こうやって詰まったところをまあすかさず狙うと、スピードでどんどん揺さぶりたい方翻弄したい方におすすめです。なのでこの 5Q はこの守備面ブロックとカウンターっていうのがピカイチですね。まあ、やりやすいだけでなくこのスピード感のある球で揺さぶれちゃうっていうのが魅力です。今度は自分のサーブからの展開をやってみます。もうサーブは出しちゃっても正直いいです。もう出して打たせてそこでどんどん振ってく振ってくっていう感じです。出させてかけさせたところを回すで空いたところをどんどんついていくっていうコース取りでやっていくとこの 5Q の良さがすごい生きます。まあ、強いボールタッチっていうのはやらないですね。柔らかいタッチで前で軽く合わせて振っていく、こういう感じです。まあ、足はほとんど動かさなくても、まあ、こうやって優勢に試合を進めれます。これも 5Q ならではですね。まあ、今までのドイツ戦のラバーとちょっと違ったこういうこの 5Q の特徴はこのブロックがカウンター並みの速さっていうところです。シャークも結構ブロックでなんか押されているという感じですね。どっちが攻めているかわからないようなぐらいブロックが非常に速いのがこの 5Q の特徴です。動けないなストレート、はい。まあ、こうやってどんどんもうシャークが結構しんどいっていう形をまあ言っていましたね。ここまでブロックされるとまあきついっていうことを言ってたん でペンホルダーの選手にもかなり効果的なやり方だと思います。こういう感じですね。まあ、ブロックの練習だけしっかりやっておけば 5Q の良さがちゃんと生きるんではないかなっていう感じなので、まあ、技術をそんなにたくさん覚えなくてもできてしまうっていうスタイルです。
どっちが攻めてるかわからないぐらいの本当にもうブロックで優勢な形です。どんどん打たせていく形ですね。この5級の特徴はこのブロックがカウンター並みの速さっていうところです。年代別で卓球やられている方とかに多いスタイルではないかなと思うんで、まあ、そういう方たちにも非常におすすめです。ちょっとドライブで動くのはちょっと厳しくなってきたなと思っている方とかがまあ使われると、まあ若手の大学生とかに対してもこういうふうにやるのは有効なので、まあこういうスタイル向いてますね。まあスピードのある、非常にスピード感の乗ったカウンター系のブロックが勝手に出てしまうために押すことができるという形です。ここまでドイツ系のラバーでこういう揺さぶりが得意なラバーというのはなかったですね。プレイ動画はどうでしたでしょうか。こちらの 5Q の特徴は大きく3つあります。1つ目の大きな特徴はスピードが速すぎてブロックがカウンターになってしまうというところです。この 5Q は柔らかいドイツ製テンションラバーですが非常に強い反発力を持っています。今までのドイツ製ハイテンションラバーの柔らかいラバーに比べると、まあ、柔らかくて腰負けして反発力が少ないと感じることが、まあ、こちらの 5Q ではなくなりました。なぜかというと、まあ、柔らかいといっても、まあ、ジーニアスオプティマムサウンドみたいなぐにゃぐにゃな柔らかさではなく、少し弾力を強くしたような、まあ、こちらのオレンジのスポンジをまあ使っているからということになります。そしてこちらの 5Q で、まあ、ブロックをしたときに、まあ、スピードが速すぎて勝手にカウンター気味にボールが出てしまうという、まあ、守備面での強さが非常に大きな力を発揮することが判明しました。守備の重要性を少し話をさせてもらうと、皆さんも試合でどちらか一方が攻めているときは受け手は守備に回っていることが多いですよね。まあ、卓球というスポーツは意外と知られてないのですが、打球時の 50% が攻めのとき、そして残りの 50% が守りをやっているときということが多いです。まあ、意外と守備をしている割合っていうのが 50% ということで多いです。まあ、攻撃時に比べたら、まあ、得点力の弱い守備で、まあ、得点ができるようになった時、まあ、もうその時はもう完璧になりますね。まあ、よく高校の時に、まあ、いかに守備に回った時にどれだけ点数が取れるのかというところを意識して練習したことがありました。まあ、それぐらい、まあ、守備をする時の劣勢を跳ね返すことが、まあ、均衡した実力の中ではキーポイントになってきます。そしてこちらの 5Q は守備面でも攻めの守備で押せて、攻撃は攻撃時の有利さをまあ利用する。そうすると攻撃時のみならずに、まあ、守備の時に高い点数率を保てるというのがこの 5Q のまあ最大の良さです。ブロックがカウンター気味に入る強さがまあ大事ですね。守備に回ってカウンターやブロックをする時の安定感と、どっちが攻めているかわからないようなぐらいの強烈なスピードが、まあ、相手を追い詰めてきます。そしてブロックで回して相手の体勢が少しでも崩れたらドライブで攻めるという、一気に攻守の逆転で守りながら攻めれるということが、まあ、非常にやりやすいラバーになっています。まあ、先手必勝という言葉がこの 5Q の出現によってちょっと変わってくるかもしれないっていうぐらい、この衝撃的な、まあ、超高性能ラバーという形です。おすすめできる選手はブロックを多用している方なら、この 5Q によってブロックのスピードが上がり相手を追い詰めることができます。カウンターを多用している方ならこのラバーによってカウンターの精度と威力が上がります。攻めが遅くてブロックから入ってしまい悩んでいる方ならこのラバーを使うことで、そのブロックから点数を取りに行け悩みを解決できます。2つ目の大きな特徴は足を動かさずに相手を揺さぶることができるっていうところです。足を動かさないで力を入れないプレーというのは、まあ、基本的に守備に回ることが多く、まあ、試合展開がまあ厳しくなる傾向があります。なのでできるだけ、まあ、どんな選手でも、まあ、守備に回らないように意識して、まあ、攻撃を先に仕掛けようとします。まあ、相手が強い選手であればあるほど、まあ、その傾向は強く、無理して攻めないと格上の選手に勝てないという意識がある方がまあ一般的です。ですが無理して攻めるのもリスクが高く、一発掛けに頼ってしまう部分も多いので、安定して勝つことができないということもまあ多く難しいです。まあ、そこでリスクを負わず落ち着いて相手に打たせてからブロックやカウンターで振り回す
ということが、まあ、この 5Q のこのスピードの速さだと、まあ、現実的に可能だということが判明しました。このラバーの柔らかさと強烈なスピードっていうのを利用して相手に打たせてからの展開が強いというのが大きな武器になります。足を動かさないで力を入れないという落ち着いた冷静な状況で相手を見ながら振ります。そんなことが 5Q ではできるようになっています。ラバーが勝手にスピードを出してくれているので、あとは相手の動きとコース取りを自分がやればなんとかなるというイメージです。おすすめできる選手は、攻めが遅くて悩んでて先手を取られてしまう方でも、当てるだけのミートでかなりのスピードが乗っているので、まあ、じわじわと相手を追い詰めることができます。現役バリバリでやっていた頃よりも、まあ、ちょっと動けなくなってきた方や、まあ、足を動かさないで相手の動きを見ながらかわす卓球をやっている方は、この5Q がかなりおすすめです。学生の方でも力がなくてラリーで押し負けてしまう方は、この 5Q の当てるだけで、まあ、カウンターになるような反発力の良いラバーだと、まあ、力負けしなくなります。格上選手相手にもリスクを負って攻めていた方なら、足を動かさないで力を入れないという落ち着いた冷静な状況で 5Q で振り回せるという形です。3つ目の大きな特徴は、プレッシャーを与え相手の動きを止めることができるということです。先ほどの特徴1、2から、まあ、このラバーを実戦で使うと面白いことが分かりまして、フォアで回り込もうとする選手のお腹や肩にボールを当てることが多くなりました。想像以上のボールの速さに相手が回り込むのが怖い、回り込み中に体が当たってしまうなど、フォアで決定打を打つ選手に対してブロックやカウンターで非常に効果的なことが判明しました。これは 5Q ならではの特徴で、相手の足を止めて恐怖を与えられることになります。やはり試合はメンタルもかなり重要な要素なので、 5Q の打った球が速くて怖い、そんなに強く打たれてないのに速いから回り込めないという精神的にもダメージを相手に与えやすいラバーです。動画でも見てもらったらすぐ分かると思うのですが、 5Q の強烈なスピードが相手の勢いを抑えてくれます。そして抑えたところを、まあ、自分の落ち着いたプレーができるというのも、まあ、魅力です。まあ、足を動かそうとする選手に絶大な強さを見せる 5Q です。おすすめできる選手は、相手の足を止めたい選手ならこのラバーを使うことで足を止めて攻めるチャンスが生まれます。オールフォアでガンガン来る選手に対して悩んでいる方なら、このラバーを使うことで大きく揺さぶりをかけ足を止めれます。相手にプレッシャーをかけたいと思っている方なら、5Q のスピードでプレッシャーを与えることができます。まあ、以上大きな特徴3つになります。まあ、本当にこの 5Q っていうのは、まあ、ラバーがまあ勝手にまあスピードを出してくれるので、まあ、そんなに大きな振りはせずに合わせるだけで、まあ、相手のその動きをもう抑える、揺さぶれば相手を相手に打たれてるんだけどペースは自分にあるっていう状態を作れるという、まあ、不思議なラバーです。本当に自分が動かなくて勝ててしまうっていう卓球になっているんで、まあ、こちらのラバー本当に高性能だっていうことですね。基本やっぱり打って動いてっていう形が、まあ、勝つためには基本なんですけど、この 5Q は全く逆で、その動かなくて勝ちに行くっていう形の、まあ、全く新しいジャンルの、まあ、ドイツ製のラバーっていうことが分かりました。本当に高性能ラバーです。で、ラケットとの相性とかいろいろあると思うんですが、こちらの 5Q は、まあ、今回動画の撮影では王道03と組み合わせているんですが、まあ、特殊素材から5枚5枚まで幅広く使えます。まあ、柔らかいドイツ製のラバーは結構木材の5枚5番とかだとちょっと柔らかい同士で反発力がちょっと落ちてしまうんではないかって思っちゃうんですが、 5Q 自体がもともとそのちょっと柔らかいラバーの中でも少し固めの部類、そして反発力が非常に高いっていうことから、その5枚5番のタイプでもしっかりパーンって弾きのいいバックハンド、フォアハンドっていうのを出せました。だからこちらのラバーは、皆さんの今持っているお手元にあるラケット、自分の愛用しているラケットを使ってもらって、それに 5Q を貼ってもらう。そうするだけでもうその 5Q の特徴っていうのがもうそのまますぐ出てきます。まあ今回私は両面に貼って、まあ、プレーをしていたんですが、まあ、フォアはもっと大きく振る人であれば、バックだけ使う、バックだけちゃんとコントロール重視で相手を揺さぶる、でフォアで決定打っていうタイプならバックに 5Q、
で、あのバックでガンガンいってフォアは小さく超えてブロックで回すタイプならフォアだけ5球で、フォアもバックもどちらもこう前で合わせてブロックカウンターなどを多く取り入れていくタイプなら両面5球っていう形がいいかなと思います。まあ、あのサーブとか台上系にはほとんど触れてないんですけど、まあ、台上やサーブに関してはほとんどドイツ系の柔らかいタイプと似てて、まあ、弱いタッチでも結構飛んでいくので、まあ、払いとかスピードは出ますね。でサーブの回転は、まあ、他のドイツ選ばとまあ一緒ぐらいで、まあ、適度にかかるといった感じです。まあ、サーブをそんな短くやらなくてもやっぱり打たれてからが非常に強いラバーなのでサーブを思いっきり出してかけさせてブロックで回していくっていう形ができるんで、まあ、サーブ自体がそんなにかからなくても、まあ、痛くないっていう形です。本当に相手を見ながらブロックやミートや前で振り回していくかき回していく卓球の方は、まあ、絶対5球を使ってみてください。皆さんのご注文お待ちしております。ありがとうございました。